やっぱ背中は超硬いですね。ちょっと押されるとこ痛い、苦しいって感じですかね。気持ちいいです。だいぶ硬いですよね。ちょっと叩きますね。もう切ってほし痛いかもしれないです。多分痛いです、大丈夫ですか？確かに、痛い、声が出てしまう。出していいですよ。いや痛いですね、すいません。やっぱ大
いぶこう固まっちゃってる感じなので動きが非常に良くないですね。なんかお風呂入るとのぼせやすかったりとかないですか？うん、結構ありますね。そうですよね。お風呂入った後しばらくずっとぼーっとしてます、うん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 、なんか関係あるんですか？はい、やっぱこう硬い状態だと、うん、頭がのぼせやすくて、呼吸が浅いですから、うん、はーってならないんですよね。すぐはっはっはみたいになっちゃうんですよね。ワンちゃんみたいな。そうですね。そうですね。彼らは確か体温調節がね苦手だからベロで逃してるんですよね。そうなんですよ。ちょっとあのこう体が柔軟性がないと、うん、暑い寒いにもこう対応できないので、うん、なんかまあ何ですか、許容範囲が狭いっていうか、うんうん、暑いのもダメ、寒いのもダメみたいな。確エアコンつけてないと暖房つけてないとになるので、うん、割と、まあ、そのせいでまたちょっと調子が悪くなる、まあ、やっぱ空気が悪くなっちゃったりねしますから。本来はその対応できる体がね、まあ、うまくこう汗を出したりとか、うんうん、毛穴を調節したりとかしてこう、まあ、暑い寒いに結構強い体になってれば、うんうん、健康的に過ごせるんですけど、うんうん、やっぱりちょっとその体が凝っちゃってると、うん、自律神経の働きも悪くなりますので、うん、今だとその家事とかが嫌じゃないので、うん、あのそんなにこう疲れたというふうにならないなりにくいんでしょうけど、うん、まあ、やっぱりこう体としては負荷がかかってるので、うん、知らず知らずに結構こう無理しちゃってるというか、急に働きそう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 っていう部分はあるのかなと思いますね。精神的な部分でね、あの疲れ方だいぶ感じ方が違うんですけど、うん、実際のところはねやっぱりオーバーワークだとやっぱりそれは出ますからね、自分で気にしてなくても、うん、痛いですね。結構さっきより軽めにやってますけど、かなり背中はちょっとこう鉄板感がありますそうですね、クーラーつけてるから冷えてね、あの固くなってるのも、うんうん、あると思いますね。結構温度調節が難しいですよね、うん、ペットいるから余計。ああなるほどね、確かにウサギちゃんの適温と合わせないといけないですもんね。ウサギってすごい暑さに弱いから、うん、あそうなんですね、うん、じゃあちょっと日本の夏には合わないです ね、うん、ねちょっとちゃんと室温管理をしてあげないとで、うん、確かに動物って毛が割ってるようなものだから余計やすいですよね。そうですよね。強いですね。前回なかったのにくすぐったいとこなかったのに、やっぱ来るたびに新しいところが開拓されるというか増えちゃうんですね。逆
ゲームみたいですね。ここ攻略したら次はみたいな。確かに。いやでもまあモーハさんが痛がるところが見たいっていう人がいたのでね、そういう人は良かったかもしれない。100% 健康体って言ったらつまんないですよね。まあね、まあそれは大体ないですしね、何かしらいつもありますよね。左の方が指入んないですね。ああそうなんだ、うん、でも確かに、うん、右の方が気持ちいいな、うん、さっきから感じます。うんですよね、右の方がねまだ押せる、うん、コリがねそんなにひどくなくて、左の方が本当に鉄板って感じの入んないです、うん、沈み込みが全然違いますね。ああ、聞く。うん。右と左でだいぶ感覚違うんじゃないですか。うん、違う。ねえ。同じようにかけても入りが違うので。うん、右はね、まだいいですね。そんなに抵抗がなくて、うん、いいんですけど。左が左右差がまた大きくなってますね。なんか右だったらこれやっても先ほどうーってならないですよね。気持ちいいです。うん。こっちはね、まあ別に動いてるんでそんなに支障がないっていう感じだと思うんですけど、なんで左がこんなに硬くなっちゃったんですかね。硬い。腰も硬いな。全然健康じゃない。いいと思ってたけど。さっきの挨拶は何だったんだっけ。今日どうですか、体調は。結構あの前回から腕の痛みとか治って、はい、結構調子いいです。ああ、それは良かったです。したらなんですけど、胃が良くないのかもしれないですね。胃の調子。うん、確かに、うん。夏バテというか。うん、まあ出ますよね、うん。湿度も高いしね。だからこの辺痛いかもしれない。どうですか。あ痛い。くすぐって、あじゃあ結構やっぱここですね。Ha ha ha!
れ様でした。インスタを青いみことっていう名前で言ってるのでよかったら探してください。桃葉さんファンの方はぜひ青いみことさんというアカウントなのでリンクを貼っておきますのでよかったらチェックしてください。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.